ございます。ダサくないし、やめて、ちょっと始まって早々。そうそう、おはようございます。よし、メイクでもしようかな。じゃあメイクスピンだから変なんで、スピンだから変に見えるだけ。よいしょ。昨日はね、デイビッチありがとうございました。楽しかったね、楽しかった。なんとですね、あのヨーブーさんの配信で、あのクズ女のあの1位も飾ることになって、昨日ね、男が誠司さんで、オカマ枠は静香ちゃんで、女性枠は私がクズだということで、まあどっちでもいいけどさ、クズじゃないでしょ。まあどっちでもいいけど、クズでもクズじゃなくて。なんかやっぱダメだな、カラオケの酒ってちょっと二日酔いっぽくなる。カラオケのお酒ってちょっとしか飲んでないんだけどな、うん、43号さんそれなってるよ。なってるよ、それビタミン C 飲んだ、飲みました、ちゃんと、うん、え、それがなってるよ、一番最後の文字。そう、みんな、あのね、明日からね、明日からです。2泊3日、2泊3日ですね、うん、1人で出かけるだけ、配信が出かけるだけ、うん、あの三田さんとね、あの行くから。和道さんは27日、26は三様ま、てな感じでね、よろしくお願いします。お願いします。なんで吐息でネット歌えるの、なんで歌えちゃおかしいの。吐息でネット甘く噛んで飲めたい半分、うん、今日楽しかったな、うん、あつか明日もカラオケ行くんだわ、みさままと。みんなあのね、明日は歌姫のミサママとミサママの枠でね、なんでミサママ通知しといて、ミサママ通知しといてください、うん、あ、そうそう、43号さん、ヒソカブの福ぶりにしたん、これ、え、秋って感じじゃん、秋じゃん、うん、秋ワンピやん。
佐川急便。あ、ねえねえ、あのさ、パジャマ送ってくれたリスナーさん今見てる？またパジャマが届いたんですよ。その子がいるときに開封しようかな。その子がいるときに。嬉しいですね。恵まれてますね。そろそろこれ洗おうかな、ダックスフンドって吠えるよな、ほんと。うるさいってクレーム来たことないね、一回もない。2年住んでて、ちょっとあなたの部屋うるさいんですけどって言われたこと一回もない。やっぱ防音だからね。ここ2匹まで OK だからさ、あの、ふわっちからでかい、なんか何かが届いた。ふわっちからあ、後で開封しますか。後で、うん、NG ワードで、あのマユリスさんがね、 NG ワードでマユリスさんが、駒井くんをあのパチンコ屋で見つけたってちょっと駒井くん、パチンコもうやめたんじゃなかったんですか。駒井くんもうやりませんって言ってたけど、マユリスにパチンコにいるところを発見されてますよ。でもさ、そのツイキャスでそんなに稼いでんの？どっからそのお金が出てくの？駒井くん最近そのふわっちの配信もさ力入れてないじゃん。あったら使っちゃうしさ、ツイキャスってなんかそんなに稼げないってね、予算も悩んでたけど、パトロンがいるのかな、お金ないんじゃない、うん、あると使っちゃうじゃん。パトロンがいるんだ、うん、あるって何じゃん、言ってた、わかんない。いやでもさ、駒井くんってすごくね、ちゃんとあの、その
税金とか払ってんの？なんか結構なんか来てたよね、赤髪みたいな。怖すぎ。考えられなくね。あんだけ稼いでたらさ、バイオリン弾く配信者サータン、サータン、サータンと間違えられたの私初めてなんだけど。バイオリンの人じゃないです。さ、わかる？サータンって言われたの初めて。どこら辺が似てる？自分じゃ分かんないよね。こまやくちゃっかりしてる。でも全然マジでふわっちゃんないね、あんなに。やっぱふわっち病むのかな。ふわっち病んじゃったのかな。なんでその服、いやこれあのさ、リスナーさんが選んでくれたんだよ、ちなみに。リスナーさんが選んでくれて、そうだよ。怖いよね。今すっぴんだからだよ、だから。すっぴんでちょっと変な感じなだけ。毎日メイクして偉すぎでしょ。ねえ。どこ、いやなんか近くでご飯でも食べようかなって、友達と。たまにはね、外食もねしないといけませんよね、家でばっか。友達いるんだとかいるでしょそりゃ。いやいるよ。ただ別に何人もつ、何人もいる必要ないよね。何人もいる必要ないよね。一人二人、ね、三、まあ三人いたら十分かな。いやこれ私本当にこれガチな話、私本当女にモテるんだよ。ガチで女にモテるの、本当なのこれ。女があの取り合い、私生まれてすぐもう保育園でまずもう私の取り合い、マジで。もうすぐ女が私を取り合ってた。ほんとほんと。マジだって、もう毎日うちも、もう、まあ何言っても信じないからね。人気者だったんで、私はもう、生まれてすぐから。ガンダム、まいちゃん荷物届いたかな。あーね、匿名さん届いたの。さっき話してたんだけどさ、あのパジャマさ開封してもいいの？まだね開封してないの。
ね、開封してよかったら見たいな。あのね、リスナーさんがね、あのジラピケのパジャマをプレゼントしてくれた。この前さ、あのリボンのさ、あ、ありがとう16個。この前リボンのさ、あのジラピケのやつ もらったじゃん。あれめっちゃ可愛くない？そしたらさ、また送ってくれたんだよ、同じねリスナーさんが。ちょっとそれを開けようかな、楽しみだよね。なんだろうね次のパジャマ。じゃメイク終わったらね、あ、ほら漏れてきた漏れてきた漏れてきた。ありがとうございます。発色いいよね、栗よね。あ、なんかアイシャドウで一気に顔が変わってきた。これザラです、ザラ。メイク化けるから。リードショット毎日やってるよ、もちろん。肌質変わった気がする。どうしよう、タレ目か猫目か迷う。どっちがいいかな。いいかね、タレ目で。タレ目っていうか、まあ普通か。普通やっぱ静香ちゃんに目似てない？ふとした瞬間にそう、なんかね、目が似てんだよ静香ちゃんと。いや、まあ、マジ本当に似てんの。なんだ、目か。色っぽい目つきだよね。なんかね、わかるんだよ静香ちゃんに似てるっていうのは。それ聞いてハマっちゃった。アニソンっていいよね。アニソン。あ、なんかまつげが傷んでる感じがする。毎日メイクしてマスクラかな。静香ちゃん整形してないでしょ。ホルモン注射ぐらいじゃない。静香ちゃんって住んでるの熱海だけ。熱海？なんで都内引っ越さないんだろうね。あ、千葉、あ、引っ越したんだ。え、なんか熱海に住んでるってさ、噂じゃなかったっけ。
あ、実家なんだね。いいね、熱海実家ってね。もう冬だし温泉行きたい。あ、姉さんに LINE しとかなきゃ。11月温泉行きたいと、温泉行きたいと連絡しとこう。で、11月もう冬でしょ、どうせ。でね、12月冬はもう 毎月温泉行かないと。なんかね、関東のどっか、その前、那須行ってオルゴール自作できるとこ行ってきた。いい思い出るよ。オルゴール？マジ？配信できるのかな？もうそれ次第ですよね。配信できるんだったらね。じゃーん。機長さんからもらった。アイシャドウイケてるわ。なんかもったいなくて使ってない。イケてる、高級そう。なんかね、使ってない。まだ中瀬さん でも使い切ったら次の使おうっていうタイプだからさ。でもこれな、結構時間かかるね、使うのね。あれ、リップどこやった？わかるけど使ってみてて。まあそうだね。どこ行くの？サイゼリア。セイゼリアといったらほうれん草のソテーと、あとプチフォッカね。プチフォッカに、あの生ハムをめ、あの頼んで、プチフォッカに生ハムを巻いて食べたりとかだよね。あと辛味チキン、そうそうそう、うまいよね。サイゼ好きだよ、サイゼ好き。安いしね。あ、フォカッチャね。フォカッチャうまいよね。パン好きじゃないけど、あれはマジでうまいなって。たださ、粉チーがさ、無料じゃなくなった。粉チーズが。コーラうめえ。なんか最近コーラハマってんだけど。はい、メイクが完了しました。じゃ髪の毛ね、髪の毛。バターこすってコーヒー入れて、
コーヒーのさペースやばいんですけど、コーヒーのペースだけ飲むんや、うん、ウケる、ね、黒いのばっか飲んでるんですけど、これあの麦茶コーヒーコーラ、どんだけ黒いの好きなんだよ、黒いのばっか飲んでる私。これあのお茶とコーヒーをいつも交互に飲んでるの。でもあの コーラも加わった。うん。和道さんとね、あきらくんに会いたくってね、もうあきらくんに。あペニーレイン行った。あペニーレイン行くよ。まあの行く行く。有名だよね。ナスといったらペニーレイン。うん、あきらくんに会うの楽しみ。本当に好きなの、あきらくんのこと。うん、うん、ねお楽しみに。あのね楽しいホテルにも泊まるから楽しいんじゃない。うん、うん、明日はね朝の9時に三田さんと合流だから、まあ、そっから配信するんじゃないかな。明日から早い。だから今日早く寝ないと。早く寝ないとな、うん、手でラップ違う、あの 前の顔見てババなんかバイバーイとか言って帰るとき可愛いよね、あきらくんバイバーイ帰り際ね、うんうん、ダスチーズガーデンなんかさ、そういうのをなんか分かる人さDM を送ってくんない、うん、DM 送っといてここ楽しいよとかさ。このあの前回行った時魚釣りが楽しかったね。魚釣りして自分で釣って焼いてさ、あそこ楽しかったからもう一回行ってもいいぐらいうまかったしね、自分で釣った魚。まいちゃん子供好きなの以外そうかな。うん、うん、そこ行ってすぐ釣れた。3匹ぐらい釣った前も、うん、でそれよかった。 DM で、うん、でも健康的じゃん魚好きって。あやべ、なんか二日酔いっぽいな。二日酔いっていうかなんか寝不足かな。なんか今日疲れてんだけど体、ビタミン C 飲むか、ちょっと多めに。お酒はお酒とタバコはビタミン C を破壊しますからね、いっぱい取らないと、うんうん、そうメイクしたらちょっとほらなんか変じゃないでしょ、うん、そうそうそう、カラオケの酒ってなんか変な味する、なんか変な薬なんか変だよね。うん、うんうん、うわああう
まずいよこれ。ガソリンのような。じゃあビタミン C は大事ですから、ビタミン C 大事ですから、変換を若干二日酔いかもなこれ。ね、私さ昨日デイビー1位取ったんだけど、デイビー1位取ったのっていつぶり？マジ1年ぶりとかじゃないのかな。デイビー1位、デイビー私狙わないもんね。デートの時もその口して煙吐くのってどんなん？こうやってなんでかっていうと、前に昔ってやった時になんか私たちにその煙を向けるなんて失礼って言われたことがあって、それは確かにそうだなって思って、そっからなんか口が曲がってするのもう癖ついちゃったの。みんなに煙を吹きかけるの失礼じゃんだって。だから配慮してるねこれ。これが癖ついちゃったの。あ、確かにうるさいね。その時あの、そう確かに。でもさ、みんな普通に吸ってるけどね。他の配信者。細かい。まあ、でもなんか慣れた。それはそれで慣れた。髪の毛 このそうこれ交互に飲んでる。コーラ、コーヒー、お茶、歯が真っ黒パーティー今日もハーフアップで。あ、チケットありがとう。あ、みーちゃんありがとう。いや、私はなんか言われるよね。なんか人気とかそうじゃなくて、リボンつける。昭和のお母さんにこんなおしゃれなお母さんいないだろ。こんなブリって。こんなおしゃれなお母さん。ねえねえ、下カールしようかな。下カールしようかな。ね、内巻きにして C カールにするか。
サリーもずっとつけてないな。つけるか、たまには。そうだね、最近ずっとアクセつけてないね。そう、ワンポイントが決め手かも。抜くだ。宿毛してるから。下だけ。うん。青、赤使ってるよ。青はちょっと突っ張っちゃうから。赤が しっとり。ずっと使ってるよ、もう2年ぐらい、3年ぐらいか。私もともと背中ニキビすごくってさ、治ったもんね、うん、ニキビはやっぱ石鹸がいいよ。美容皮膚科でさ、その、まあ、1回で 2,3 万払って背中ケミカルピーリングしたの通って、治んなくってさ、100円のね、赤箱のさ牛乳石鹸で治っちゃった。何万もかけてさ、100円のやつで治っちゃった。ほんとだよこれ。で、ここを ニキビできにくくなる。そうなの？え、でも結局私治んなくてさ、うん、牛乳で石鹸で治ったの。違うの、後ろリボンにしたいの。リボンにこだわるって字？最近リボン可愛いなって。後ろ変じゃないよ、ね、後ろさ、あ、やばくない？え？え？知らなかった。え、どうしよう。あ、てかキャミソル着るか普通に。ちょっと待って、知らなかった事実。え、この格好はいいよね。この格好はこれに、まあ、ブーツかな。ブーツ、どうしよう。あ、ありがとう。なんかな、なんか違うのかな。なんか嫌になってきた。ねえ、昨日さ
あの着てたさ5万円のワンピースにする。昨日着てた5万円のワンピース、ちょっと髪の毛だけやっちゃうわ。もうこれ捨てちゃうかな。なんか正直これストレスだったんだよね。だってさ、なんかここがこうやって上に上げづらいんだよ手を。てか普通にバンザイしたら実はパンツ見えちゃうんだよね。なんかここが上がって、もう捨てるかこれ。変だな。あ、なんか持ち上げすぎたかな。なんか浮いてる。やべえ。どうしよう。一回固定するか。待った時の5万、でもなんかさ5万円のワンピ着てたらさめっちゃなんかさ意識して、なんかあれじゃない、ただ別にご飯食べに行くだけなんだけどさ、わこの人なんかすごい、なんか今日あのなんか頑張っ、なんつうの、なんかさ、なんか勝負下着を着るような恥ずかしさがある。入りきってる感出したくないんだよね。どうしよう。どうする、張り切ってる感出したくない、張り切り罰別に張り切ってないよ、ご飯食べに行くだけ、普通にね。肩が張り切ってる。だからもうこれやめた。てか何なら捨てるし今からこれ。ちょっと待って、私さデニムのスカートどこやったっけ、めっちゃ着たい格好を発明した。
めっちゃ着たい格好、もうこれだけは誰にもじゃ邪魔させない。着替えろっていうのは今日はなし。もう決めた格好がある。T シャツどうしようかな。これいいや。大丈夫。誰にも邪魔させないから。この前キャリーちゃんとお揃いで。これ可愛くない？これにデニムスカート。あ、でも色が違うな。これ同じ色のデニム欲しい。同じ色のデニムじゃないと変だよね。あ、でもいけんのかな。同じ色の欲しいな。え、私言っとくけどデニム似合うからね。いや、ないんだよ黒の。どうしようかな。まあこれはさすがに色が違うからさ、買っとこう。同じ色のスカート。今日洋服見に行こうかな。ね、今日洋服見に行こうかな。今のワンピースに、いや、これが。ロングスカートもない。なんかデブ時代のロングスカートしかなくって、捨てた。あ、ある。これとこれならある。まだ一回も着てない。銀のスカートと。金のスカート一回も着てないんだ、どっちも。何、いやみんな変って言うかもしれないけど、シンプルな T シャツに無地のにこういう銀のスカートとか着てヒール履くとかっこいいんだよ。これおしゃれな人しかわかんないかも、でも一回も着てないんだ。難しくってね。どうする？もう嫌だな。いつもこの下り嫌なんだよね。これいらない。なんでこれ捨てる。
なかったんだろう。なんでこれ捨てなかったんだろう。これいらないよね。これあの、まあ、もあのゼロワンさんの誕生日会でこれ着て歌おうとしてたっていう。でこれムケンさんにそれだけはマジでいい加減にしろってコメント来て、でやめたんですよ。ムケンさんにこれ言われて。捨てるか、捨てる、まあ、じゃあさ記念にね、まあ、捨てますよ今からこれ。こんなの売れないよ、ブランドでもないし。これシーンで、まあ3シーンで3、4000円ぐらいで買ったんかな、3000円ぐらいかな。あ、これ裏紐がちょっと、着たら可愛いかも。これ下がりすぎ。あ、こういうことかな。こういうことかな。あ、こうかな。こういうこと？すごい。ないだろう。これで行くわけないじゃん。でもじゃあやっぱ私さ、スタイル良くない？やっぱこ、すげえ、こういうか、これで合ってんのかな。すごい、顔見えないもん、よ横向いたら。これいらなくね。え、これで行ったらやばいでしょ。え、これで行くの。え、これで行くの。これで行くの、マジ。え、これでサイズ行くの。いやいや、配信的にって何が悲惨かって、配信外だよ。配信外だからね。配信つけないよ普通に。たまにはご飯。え、でもなんか面白い花びらみたいで、あ、なんかすごい豪華。あ、すごい、なんか、あ、すごいじゃん、花びらの中にまゆちゃんみたいな。すげえ、これシーンで買いましたドレス。これ完全に目立ったね、これで言ったら完全に目立ったね、これ、うんうん、中村くんからカサゴってきた LINE で今。お花畑の妖精だって嬉しい。 お花から生まれたまゆちゃん。あ、確かに、カサゴ姫。
って何？魚？え、でもこれで言ったらどうなるんだろう。いやでも配信外だからね。さらに小顔が、効果抜群。お洋服素敵。でも私もなんか素敵に見えてきた。これなんか捨てるのもったいないのかなって、すごいこうなんつうの、主張できるっていうか、確かに。なんか中村くんから来たけど全然違うし、全然違う。確かにこれさ、なんつうの、その藤見ちゃんとかひどんなさんとか奈々ちゃんとかが来て、うわー素敵って感じかもね。わかる？ひどんなさんとかさっていう感じ。え、でもなんかすごい、私これ素敵かも。なんか、え、めなんか素敵かもこれ。今から歌を歌いたいと思います。うん、いや、イベントの時ってか、これ外でなんかライブとかで歌うんじゃない、うん、年末の衣装、あ、12月、紅白か。紅白だから白だったら白着て、赤だったら赤のドレスを買おうかな。でもこれ下見るとすげえキャバ嬢っぽいんだよね、下が。失礼します。あ、迷っています。名刺です。え、お兄さんどっから来たんですか？遠いところから。はい、乾杯。え、お兄さんめっちゃかっこいいかも。キャバドレスっぽい、これで。でもこれあの下にやることもできる、こうやって下にやる。正解が分かんないな、これちょっと際どいかな、なんかよう分からん、正解が分かんない。え、てかやばくないこれさ、ちょっと待って、これやばいよね。でも危ないかも。うん、肩幅結構ある。そう、私そうなんだよ。だからあの水泳やってるのって、あの日本人で肩が狭いじゃん。私あのちゃんとこう肩もあるでしょ。じゃあこれは捨てないよ、一応なんかあった時用に。やっぱこう着たいね、着るんだったら。ステージ衣装だよ、ステージ衣装、これ間違いなく。うん、え、どっちどっち、これ捨てるべきなの、それとも持っとくべき、なんかの時のために。みんなのコメント多い方で決めるもん今。
捨てる捨てるってよ、持っておこう、捨てる必要、持っとく、捨てて捨てる、キープ、も捨てる、持っとく、捨てる、取っておこう、捨てる、使えない、捨てて、ステージを、いや捨てるってコメントの方が多いかも。お花の妖精、そう、お花の妖精さん、イメージは。デコネいるかな、これ。なんかいらないものあげるっていうのもちょっと失礼だよね。いらないものあげるって。しかもほら、ブランドだったらいいけど、これシーンだからさ、いらないのシーンの服をあげるなんてね。まあ、取っとくか、取っときます、これ。いや、友達がさ、今からご飯行くじゃん、私枠見たらさ、こんな格好してさ、びっくりするんじゃない、もし見たら、え、これで行こうとしてるの、どういうこと、どういうつもりで張り切ってるのって張り切り方がちょっと間違えてるって張り切りすぎというか、あ、田中さんお誕生日おめでとうございます。田中さん、まあ、ちょっとこれ脱ぐ、脱いで、え、何着よう、もう一回茶色の花柄で、茶色の花柄でいい、もうやだ、もう4時じゃん、ちょっと服決めたいんだよ、もう着ようとしてた、これは、これがあの、これね、5万円じゃないんだよ、8万ぐらいしたと思う。これに、なんかもう、なんかちゃんと着るよ、なんかちゃんと、これでいこう、これ昨日来たけど、結婚式にこんなダーク着ないだろ、え、でも張り切りすぎなんかな、これ、え、わかんないよ、もう、ちょっとこれにする、もうみんなもう拒否権はない、うん、もういいよこれで、ただのワンピースじゃん、あー、豚ちゃんナイス、ひーちゃんありがとう、
ジ。てか今日ガチでサイゼなんだよね。いやガチでサイゼなんだよね。これかわいいじゃん。完成。完成。一応これは取っとくか。いや、いるかなこれ。捨てるか。これも捨てる。あったって家に置いたってさ、いらないもの置いたって運気が下がっちゃう。えてかこれさね、14,000円したんですけど、これ14,000円、これダメなの、これアディダスの。なんでタグ切っちゃったんだろう。返品すればよかった。部屋着って普通に外出るでしょ、これで。アディダスだし。え、かわいい。え、やっぱかわいいよね。ただでかいんだよな、ちょっと。じゃあ皆さん、あのね、リスナーさんからなんかあの届いてましたよ。それちょっと見せたいと思います。お米さんいる？ちょっとみんなで開封しよう。
しゃぎオンライン楽しみ。いるね、徳美さんいる、いる。いや、このジラピケ、ジラピケ、ジラピケのルームウェア、ルームウェア、いるかな。開けちゃうよ、さっき見たんだけど、開けちゃうよ。開けちゃうよ。下着見えてないっつーの。ベージュのインナーなのこれは。そういう、そういうやつなの。コラボしてる、ミッフィーとコラボしてるジラピケ、かわいい。ミッフィーコラボ、これ着ていくのおかしいよ。あー、いた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 、え、かわいい。ミッフィーの、え、かわいい。後ろミッフィーって書いてある。もち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 生地で、あ、かわいい、かわいすぎ、かわいすぎる、これはかわいすぎる、かわいすぎる。でチャックもミッフィーで、ミッフィーコラボ、めっちゃかわいい。これ帽子かぶってさ、うん、あ、クルちゃんを持ってんだこれ。クルちゃんとお揃い。クルちゃんとお揃いだって。クルちゃんとお揃い、かわいい。背中ミッフィーちゃんでさ、あ、パン、ズボンもかわいい。お尻もミッフィーちゃん、ありがとうございます。かわいすぎ。あ、靴下も、靴下まで、靴下までミッフィーちゃんの、ありがとうございます。なんかさ、リボンのセットに続き、こんな可愛いパジャマ持ってる女最強じゃない、うんうん、ありがとう匿名さん。だから私、あのジラピケのさ、あのパジャマすごい気に入ってて気持ちくって、ただあのジラピケの替えがなかったからさ、あれ3日ぐらい着て洗濯機入れてて、でもこれがあるから、これが終わったら次あのリボン着てさ、交互に着れる。これでありがとうございます。うん、そうそうそう、洗い替えにこれ着ます。ありがとう、めっちゃ気に入った。これ今日夜これ着ようかなね。今日はこれを着て、いちごはもうないけどね、今今日のパジャマはこれ。あったかいよ、今日寒いし、今日寒くなるみたいだしね。じゃあちょっとこれはね、あの、え、大事に取っときたいな。でもに、あの、ナスか、ナスに帰ってから着ようかな、これ。ありがとうございます。いや、そのいちごのやつはね、
もう捨ててほしいっていうなんか鳩が来て捨てたんだよ。あとですね、あとですね、なんかもう一個届いてる。これ運営からなんか謎の段ボールがなんか届いてますけど、ちょっと待って、これ終わってから。でかい、これなんだなんだこれ、いつのイベントだこれ。あ、リアトツイですよ。いつのだこれ、忘れた頃に届くからね。取扱注意、割れ物って書いてある。取扱注意、割れ物。ネジが入ってる。マユリス最強じゃん。ちょっとどこに飾るこれ。ちょっとめっちゃちっちゃいのかと思ってた。これマユリス最強って書いてある。マユリス最強。どうしよう。棚買うか。下に置く。ネジがあったから、ネジ穴開いて。壁に貼るこれ。結構重たいけど。そう、でもドリルでやんないといけない。ドリルで、ドリルを買わないといけない。とりあえずこれコンセント挿してみようか、どんな感じか。
どう？マイル最強。電気つけたらなんかおしゃれだし、あのイベント中にさこれを背景にしてあの配信するのもいいかも。うん、これを背中に。ただどこに置く？壁穴ダメ？まあここ出て行った時にね、出て行った時にお金がかかりそう。これどこに置いたらいいかな。まあ三田さんに任せるか。うん、まあ明日三田さんと会って、棚の上で怖いよこれ落ちて、これ結構重たいからね。違うの、あのね、ローマ字だけしかダメだったの。ローマ字以外ダメって、あの運営が。しかも小文字大文字もダメだし、私もね、あのひらがなで眉しか勝たんとかにしたかったんだけど、そう、うん、まあ、これはまあ三田さんに決めてもらう。意外と可愛かった。あ、お腹減った。明日ね、三田さんと会いますから、これはもうずっとつけてよかな。まあそんな感じですよ。つけっぱなし電気代かかる。うち24時間電気ついてる。ちなみに見えてないじゃん。え、みんな電気代いくら？私1万ぐらい、うん、パンツ透けてないっつーの。パンツ透けてないよ。しかもあの、うん、あ、皆さんちょっと私出かけてきます。じゃあちょっと皆さんね、出かけてきます。まあいる、そういうことで。出かけてくるで、みんな。今日もありがとう。で、みんな明日那須、朝からだから。朝からですから。うん。朝から。え、今日わかんない、夜。早く寝たいんだよね。だって、9時には、あれ、朝起きなきゃいけない。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。ワンチャンね、夜できたら夜やるし。うん、じゃあまたね、ありがとうございました。